今回は軽症重荷重量キャスターを使って車輪の配置についてご説明します。この白い台を台車の裏側だと思ってください。キャスターを均等に配置し、ストッパーなどが飛び出さないように配置します。可能な限り自在キャスター、固定キャスターは同じ位置、同じ距離で取れるように配置してください。